平野紫仕様、ジャニーズ退場の暴露計画見送りの舞台裏に、中島健人との絆が浮かび上がる。2023年6月6日、ウェブハン女性自身、が元キング・アンドプスのメンバーである平野仕様のジャニーズ事務所退場に関する情報を報じた。驚きの中、記事は平野が退場後、ジャニーズに関する暴露計画を検討していた可能性を示唆し、 その計画を見送った経緯を掘り下げている。驚くべきことに、記事には平野と現役ジャニーズメンバー、セクシーゾーンへの中島健人との連絡が取られているとの情報も含まれていた。平野の暴露計画の舞台裏、記事によれば、平野はジャニーズを退除した後、YouTube でジャニーズに関する暴露を行う可能性があったとされる。昨年末、 平野は YouTube の出演オファーを受け、これを受け入れていたという。しかし、退場が近づくにつれ、これまでお世話になった人たちへの感謝の気持ちが強まり、その結果として5月末以降に予定されていた YouTube 撮影が見送られたとのことだ。この情報に対して、ジャニーズファンからはホッとする声が広がった。 平野が暴露計画に参加することにならなくてよかったという安堵の声が相次いだ。一方で、なぜ平野が計画を見送ったのかについては憶測が飛び交っており、それに関連して中島健人との連絡に焦点が当てられている。中島健人との強い絆。6月6日、中島健人は自身のインスタグラムで生配信を行い、ファンから寄せられた質問に答えた。 その中で、潮君とは会ってますかという質問に、大使中島は会ってないです。ね。連絡は取ってるけどね、と回答した。これにより、中島と平野との関係性が浮かび上がり、驚きと歓喜がファンの間で広がった。中島と平野は2020年に放送されたテレビドラマ、末光警察ミッドナイトランナー。 d W 主演を務め、その共演が視聴者を魅了したことは記憶に新しい。そのため、連絡を取っているんだ。ケント氏用コンビ最高最高。ドラマの続編をやってほしい。などファンからは歓喜の声が上がっている。また、一部のファンやネット上では、ケンティーが平野くんの YouTube 出演を止めてくれたといった憶測が広がっている。中島のコメントが、 平野が暴露計画を見送った背後に中島の影響があったのではないかという推測を生んでいる。ジャニーズ界の絆。平野がジャニーズを退場したとはいえ、彼と現役メンバーとの絆は今もなお強いようだ。特に中島健人との関係性が注目され、ファンたちはその絆を喜び、興奮している。この情報を知ったファンたちは、 平野の選択に納得し、同時に彼のジャニーズでの活動への感謝の気持ちを再確認したことでしょう。一方で、今後の平野の活動や中島との連絡がどのような展開を見せるのかについて、ますます注目が集まりそうだ。平野市用のジャニーズ退場という大きな転機において、彼の暴露計画の舞台裏と中島健人との強い絆が浮かび上がった。ファンの間では、 平野の選択に対するアンドと中島との絆に対する歓喜が広がっている。ジャニーズの舞台裏には様々なドラマが広がっており、これからの展開がますます注目されることだろう。